誰が一番マイクラを知っている？マイクラ博士決定戦！イエーイ！一人でやります。はいどうも皆さん、こんちゃいのです。ということで今回は余裕の3択 for マイクラ。このマイクラの3択クイズを使って僕井上がどこまでマイクラを知っているか測っていこうと思います。まあ、とりあえずねやっていきましょうか。クイズ1。はい。問題1、マイクラで最初にやるべきことはどれ？洞窟に行く、穴を掘る、木を掘る。エンドラを倒しに行く。これ木を掘るですね。はい、木を掘る。これは正解。これは余裕よ。はい、次。次のうち、いない動物はどれ？象ですね。豚もいる。牛もいる。これは誰でもわかるよね。これ象ですね。はい、象。次のうち、いないモンスターはどれ？ゾンビ、トレジャー、クモ。トレジャーって何？冒険家ってこと？トレジャー。はい。豚のドロップアイテムは豚肉と何？タレ？タレってどういうこと？焼肉でもすんの？鼻はないね。なんか美味しいらしいけどね。豚肉のみ。簡単やな。牛のドロップアイテムは牛肉と何？これは牛乳じゃなくて皮ですね。まあ、これは、まあ、鳥が落とすアイテムは鶏肉と羽。よくできました。おー、いいじゃん。全問正解。なんかクイズにめっちゃむずそう。羊のドロップアイテムは羊毛と羊肉ですね。イカの落とすアイテムはイカスミと何？イカスミのみ。馬の落とすアイテムは皮と何？皮ですね。はい。ウサギが落とすアイテムはウサギ肉と何？なんか結構さ、倍7とこ攻めてくるね。ウサギ肉と皮じゃなかったっけ？んだよね。次のうちマインクラフトにない木の種類は、アカシア、アッシュ、マツ。アッシュって何？エペックスのアッシュ？俺結構好きよ、エペックスのアッシュ。アカシアの木材の色は？あれって何色？赤なのかオレンジなのかよね。赤っぽいから赤でいい。オレンジかい！問題6、アカシアの木材の色は？アカシアの木材の色？これは赤ですね。あ。問題6、アカシアの木材の色は？なんかさ、アカシアって赤ってついてるから赤って思うけど、オレンジだね。よし、こんな問題はね、間違えない。オレンジかい！問題7、次のうち 2×2 に苗木を設置しなければいけないのは？これはダークオーク。正解。よーし、1問も間違えない。いや、こんなとこで間違えとったらね、マイクラ実況者としてダメですからね。オレンジかい！じゃあ、クイズ3行きましょう。クイズ3、ポチ。16。イエーイ、当たった！ガラスに色がつけれるようになったのはいつでしょう？ガラスに色でしょ？ガラスに色？ガラスに色ってさ、結構割と初期だよね。最初ではない。いつだろう？1.4？ あ、間違えた。時よ、戻れ！問題に、ガラスに色がつけられるようになったのはいつか。これは、意外と昔かと思わせといて、1.7 ですね、これは。よーし。次の中で存在する染料はどれでしょう？空色。マインクラフトを略して言うと何？マイフト、マイラフ、マイクラ。いるよね、派閥。俺の地元はね、マイフトって言ってた。嘘、ごめん。多分全員マイクラ。はい、マイクラです。クリーパーの別名は何？匠ですね。スケルトンの別名は？スケさん？別名でいいの？あだ名じゃなくてスケさんは。ゾンビの別名は？ゾンちゃん。ゾンちゃんないじゃん。生ハゲではないね。俺、ゾンビが秋田県にいたら日本から出ていくわ。そんなものはない。はい。は、Sランクだ。最後、クイズ4。なんかちょっとずつ難しくなってんな。敵にダッシュして攻撃すると何が起きる？ダッシュして攻撃するとノックバック。ジャンプして敵に攻撃をしたらどうなる？ダメージが増えるんですね。回転しながら敵を攻撃したらどうなる？回転しながら敵を攻撃したら自分が吐き気状態になるよ。画面酔いするよ。めっちゃ回転しながらさ、敵を攻撃するとさ、自分が酔っちゃってさ、ってなっちゃうから、自分が吐き気状態になると思わせといて何も変わらない。よーし。アカシアの木があるバイオームはサバンナですね。この中でスノーゴーレムが雪を積もらせるバイオームはどれ？積もらせるバイオームはサバンナ。はぁー！時をも、ジ・エンドですね。はい。この中でスライムがスポーンするバイオーム、湿地？この中で存在しないバイオームはメガタイガ。ひまわりの草原。メガタイガ。時を戻そう。この中で存在しないバイオーム、川だな。よし。よし。全問正解ってことは、俺が、マイクラ博士だー！